タコンビビー、今日の企画はカフェビアの突撃です。生ハゲの国生ハゲの国じゃなくて秋田犬の国、秋田県に来ております。でね、ハリネズミのコンセプトがあるカフェにピアノがあるという情報を聞きつけて、秋田駅から30分かけてきました。なんと今日のカメラマンは、さっきねガハハっていう笑い声で気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、高木龍馬くんです。龍馬よろしく。よろしくお願いします。こういう企画でね、何個かね一緒に、もう 何年ですか。15年ぐらい。そんななる秋田でね、昨日公演があって二台ピアノの演奏して、やったくないですね。撮影許可取れてません、まだ。で、演奏許可取れてません。だから、もしダメだったら、ご飯食べて、帰ります。聞いてくるね、撮影。はい、そこで待って。撮影許可いただいた。撮影許可。しゅっ、メガネ。突撃、交渉してみましょう。行きましょう。まずはちょっと、あったかいもの食べよう。こんにちは。とんでもございません。メガネが、ね、凍ったかもしんない。凍ったかもしんないメガネ。ちょっと待ってね。あ、戻った。あったよ、ピアノ。あ、いろいろ作戦考えて弾けるかどうか。はい。初めてやな、りょうま。初めて。カフェピアノ撮影手伝ってくれるのは。そうだね。いわゆるさ、交渉するの。先に食べるんだけどね、うん、楽しむの、うん、でダメでもさ、食べて、美味しいものを食べて、うん、帰れるという、まあ、最高の企画の、うん、そうだね。提案なんだけどさ、うん、せっかくにも今日カメラマンしてくれてるし、はい、連打し、OK だと。それはせっかくだったらやろうよ。マジ、うん、ありがとう。全然、たくまが弾いてるのを映して美味しいものだけ食べて帰るのもいいけど、せっかくだったらね、本当に行きたいね。っていうことはさ、これ絶対にさ、この企画通したい。うん、メニュー見てたらさ、うん、めちゃくちゃ可愛いよね。あら、可愛いハリネズミが本を読んでる。めちゃくちゃ可愛いの見つけたんだけど。なになになに。あー、可愛い、めっちゃ可愛いじゃん、ウサギやん。俺ウサギ大好きなの。あ、そうだよね。そう、めっちゃ可愛いやん。ウサギめちゃくちゃ可愛いよね。めちゃくちゃ可愛いよ、ウサギ。ウサギってさ、うん、耳が立ってる子もいるし、でも立ってる時はちょっと警戒してる。あ、そうなの。でも結構種類によってもネザーランドドワーフとかは立ってるし。なんで？ネザーランドドワーフだっけ、ネザーって言われる種類が立ってるし、あのポーランドドワーフっていうのは下に仮面に。いろいろあるね。じゃあね、なんか美味しそうなのを注文していきます。かわいい。おー、これは、あ、ピアノの上にさ、うん、ハリネズミいるんだけど。嘘、これ書いてくださったんじゃない。食べよっか。はい、食レポお願いします。こんなに素敵なものを作っていただいたので、これをね、美味しさを、うん、ハードル上げるね。あ、うん、どう、美味しい。まずすっごい、あの歯磨き粉。全部聞こう。歯磨き粉、別に歯磨き粉じゃなくてもいいんだけど。今だからもう一回やる。なんで歯磨き粉かというと、これあるじゃん、クリーム、はい、これが歯磨き粉の材質に似てる。あ、そっか。でも美味しい。食感も伝えてたんだ。そう、美味しい。おお、ようやくその一言が。アイス、これアイスなんじゃない。こっちにもワッフル入ってるね。あ、なんかいる、いる。あ、なんか
かさ、反抗す時のさ、肉なんでその一番最初に取ってくるものいつも皆のものが分からないでもないけどな。うん、うん、おう、そのままあの寒さ、あー、味が口の中についてそれはそうだよね、ホットアイスなんてないもんね。あきさんがびっくりした。このふぶいてるのがパウダーが広がるんですね。なるほど、と今なってるんでしょうか視聴者の皆様は。演奏会だったやん、うん、でさ、よくさ、そのツイッターとかさ、はい、DM とかでよく感想送ってくださる方がいっぱいいる、はいはいはい、で、まあありがたく言いました、うん、我々がさ、当たり前のお話をしてた、うん、たちウィーンで二人だけの試合会を、はいはいはい、まあよくやったねして、お互い拍手をして、はい、で、一人でアンコールとかやってたよね、はいはい、それに対してすごく感動しました。ああ、そうなんだ。なんか当たり前に思ってたことが割とさ、皆さんにとってさ、面白い話になるかもしれないから。確かにね、ちょっとさ、ウィーンの音楽学生たちがいかに密接に高め合っていくかっていうのかな、うんうんうん、ちょっとお話ししたいなと思って、うんうん、うん、という意味で、まあ引き合い会一つあるし、うん、他になんかあるかなと思って、まあ、まあ、コンサートはよく聞くんだよね。2人でだから行くっていうのは英語でそれぐらい行ってるか、うん、行ったら、まあ、龍馬座ってるんだけど、あ、上田と下田と、あ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 、もう離れて必死に生きてるわけじゃない。だから、まあ、特別な絆が生まれるよ、生まれるよね。コンサートがだいたい9時半とか10時とか終わるじゃない、うん、その後にまあだいたいご飯食べてるでしょ、うん、あの時間がすごい好きだったよね、うん、あとなんかよくあれだよね、 CD 聴いて、うん、イントロクイズみたいなのしたりしたよねあのイントロクイズ、しかもさ、曲はお互い知ってるから誰が弾いてるかとかこの例えばショパンのソナタ3番のまあタラララララだけ聴いてどの演奏家か当てるっていうまさしく音楽オタクマニアみたいな遊びをやってましたね。あとはあれだ、練習合宿、まあ、家に泊まるというか、まあ、学校で今週1週間頑張ろうぜ、うん、で朝から行って、はいはい、お互い朝から晩まで練習してで2人でご飯食べて結構健全に寝てまた次の日朝から晩まで練習してみたいなやつだよね、うん、あれは異常に集中できたからな、うん、裏側ってあまり見せることもなかったりとかするじゃない、うん、例えばその本番の日どうやって過ごしてるとか、うん、だからそのタコマのルーティーン、あ、見てくれて、あ、面白い面白い、あれやっぱ面白いよねここに貼っとくあるなんかルーティーンやってること。僕はそうだね、エナジードリンク、あ、よく飲んでるわ本番の日だけだけどね。しかもレッドブルじゃなくてモンスター、モンスターの青色のモンカロリーのやつが大好きなので、よく飲んで、本番の日それでリハが終わって昼寝をするっていう、いいって言うよね、うん、着替えたりとか髪の毛整えたりとかしてる間はずっと演奏動画を流してる。ああ、そうなんだ、うん、エナドリとさ、うん、逆に中とかになるとそれマストじゃない。ああ、じゃあで、あもうあとひといみたいな、そうだね、マネージャーさんが必ず用意してくれてウィーンの時からもうよく飲んでたもんね。それあれ、あれは上院するのはそうだけど、時々気合いが、まあ、リコビタンに、まあまあそうね、あれだよね、音楽学生の宿命というか、切っても切り離せない、超抽象的じゃんね、音楽って、うんうんうん、そこが一つ形として実るっていうところにやっぱ心血を注ぐ、うんうん、このもうそこにも人生かけるみたいな、うん、そうだね、我々がさ、大体エントリーするしてたやつはオーラウンド制って言われるやつか、うん、だったらまあ書類審査、ビデオ審査、はい、本命審査通り抜けてパスするみたいな、うん、ストラウンドっていう応募数でいうと書類審査の段階で、まあ、200から400人ぐらい出して、ね、でも最後のそのファイナルオーケストラと演奏できるのは3人とか、そう、そういう世界だからね、それはすごいよね。でさ、そうそうそう、例えば僕がセカンドラウンドをチッと入ってするとサードラウンドとさ、うん、ファイナルの曲が弾けなかった、そうだよね、めちゃくちゃ準備した、うん、でまあ、多分両方覚えてると思う、うん、聞いてくれないっつって、うん、聞いてくれてた、
ぱり結局そのサードラウンドっていうのはさ、大体1時間ぐらいのプログラムで、ね、まあ一番肝を入れるわけじゃない、そんぐらいなんか未練たらたらになっちゃったよね。いやーそうなんだよね。やっぱり次に切り替えようって気持ちになれないんだよね。そうそう、副賞会楽しかった。あれはね、もう最高だった。最高だった。一番最初に出迎えてくるんだよね。たくまがルーマニアから帰った時もそうだね。だよね、セッティングしてくれてる。そうそう、そうちょっといい日本食屋さんに行って、そうそうそう一緒に舞台ね、昨日みたいになって他になかったね。そうだね、まあ、ずっといつか2人でコンサートできたらって、ね、お酒飲みながら語り明かしたのもあったけれども、まさかそれがこういう形で、しかもあれだけ素晴らしいものが実現してっていうのはちょっと感慨深いものがあるよね。待ちかねの、はい、交渉タイム。まあ、もし断られたら、まあ、雪かきしよう。頑張れ。トイトイトイ。すごい美味しかった。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。で、この、はい、ちょっと演奏させていただきたいなーっていうのを機体を床につけてるぐらいの丁重な感じでお願いしてるんですけど、ありがとうございます。ということで、じゃあ僕も弾かせていただけるということで、うん、行ってみよう。行ってみよう。至る所に。